僕2試合連続、うん、同じ外国人にぶっ飛ばされたんですよ。デューシー事件ですね。デューシー事件がありまして、2日連チャンで次の日、うん、まあ、当然行きますよ。その時の吉子さんと達川さんの結束力はちょっと安心したところだった。あの時は、あの王監督には言わず、めっちゃ怒られたからな。ですよね。うん、